例年顧問が演奏する時間があるんですが、今年は私が出るっていう話を聞いたのが数日前でですね、さあ何をしようかっていろいろ考えたんですが、一昨年は、ジャズを演奏したんです。で去年は即興演奏しました。学部長の野方先生がたまたま客席にいらっしゃったんで飛び入りで参加していただいて連弾で即興しました。で今年は何をやろうかっていうね、まあ、同じことは、つまんないからってんでいろいろ考えたみく、ちょっとアカデミックな路線で私がかつてね勉強中に書いた曲とかそういうのをちょっと2曲演奏しようと思います。1曲目は、Kaeru-no-uta Fugueです。これは、まあ、書いたのは一昨年ぐらいなんですが、Kaeru-no-uta でできてる曲ですね。ちょっと弾いてみます。次はですね、バイオリンソナタを演奏します。それでは、演奏者の方、準備をお願いします。これは、私が16歳かな、高校生の時に、17歳かな、高校2年生の時に書いた曲なんですが、書いてで、作曲のレッスンで先生のところに持って行って、一回友達にその時に弾いてもらって、で、お蔵入りしてたんです。でずっと段ボールの中に入ってたのを、今年の夏に部屋を掃除したら出てきまして、ああ、こんな曲書いてたんだな、今からもだいぶ前ですけど、懐かしかったんですね。でこれ聴いていただくと特定の作曲家の匂いがプンプンするんですが、まあ、若い頃に勉強してたっていうそういう証だと思って聴いていただければと思います。1833年生まれの作曲家の匂いがします。演奏は島脇正樹さんです。